助けて、やめてよはい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、あれよね、なんか移住プランのについての話がどうこうって言ったよね、たぬきち。ちょ、話聞いとこう。あ、どうも。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。何をすればいい？って聞けばいいんかな。お、例のお家の件、早速話を聞いてくれるんだもんね。それじゃあ最初の準備なんだけど、まずは島に流れる川のどこかに橋を架けたいんだらも。三軒もお家を建てるとなると、さすがにこの周辺だけじゃ十分な土地があるか心配らしい。それに工事にしても、普段の行き来にしても、橋があればとっても楽になるからね。それで、アイナさんには橋を架けるための基礎を DIY で作って、架ける場所を探してきてほしいだもん。ふんふん。何、3箇所？はい。今、アイナさんのスマホに橋の工事キットのレシピを送っただもん。まず橋の工事キットを作ったら、それを使って実際に橋を架ける場所を決めてきてちょうだいね。橋を架けるのは少しコツがいるから、よくわからなかったり、困った時はまた聞きに来てちょうだい。それじゃ、よろしく、だらもん。あ、でもあれか、今までみたいになんか、こう、募金を集めて、でなんか、徐々にとかじゃなくって、もう一瞬で橋が出来上がるってこと？超いいやん。これ何？ミックスウッドの壁。そんなん作れるようになっとったっけ、私。橋の工事キット。丸太の杭？丸太の杭？ああ、丸太の杭ね。それが4つ？石も4ついる。丸太の杭板の、これか。木材が必要だわ。木材と石が必要なんか。オッケーオッケー。ということで、その辺のって確か収納の中に入れてなかったかな。あった気がするんやけど。収納、収納。あ、石めっちゃあるやん。石。あ、木材はないんか。なるほどね。じゃあ木材は集めてこんといかんわけやね。オッケー。そして、ちょっと。しょぼい斧。まあ、斧はあるんやね。シンプルカーペットとりあえず収納しとこう。よし、これで。さあ、これであとは木材を切り出しますか。おのおのおの。よし。早っ。早っ。ちょっと待って、速攻でなくなったんやけど。え、おの、一個しかなかったよね。木材、あ、木材あるね。木材っていうか、木の枝。とりあえず、斧を作っておきましょう。はい。しょぼい斧作ります。よし、これでしょぼい斧ができた。あ、もっと作らない、もっと作らない。さあ、これで。これ別に連続してやらんでも大丈夫なんやね。これは？木材か。あれよね、丸太の杭？丸太の杭は4つ必要やったよね。結構じゃない？なんか。結構木材必要になりそう。あれ？この木から何も出てこん。へぇー！助けて。ふぅー。やめてよー。よし。さすがにね、途中で網に持ち帰るっていうのはちょっときついけん。蜂を捕まえるときには、最初から網を持った状態じゃないとね。木材は何個必要なんやろ。その丸太の杭を作るには。いいよ。なんか違う木材ばっかり出てくるんやけど。結構必要になってくるかな。違う違う違う
今ので1回分減ったかな。耐久度。これか。丸太の杭。これ一気に何個とか作れんもんなんかな。はい、丸太の杭。ちょっと待って。4つ必要ないよね。粘土と石はもう十分足りてる。丸太の杭。何個とか別にできんね。これ、ボタン連打しよったら早くなるってことかな。2個。あ、あと1つ必要や。あと1つ、木材がいる。ってことやけん、ちょっと。ここはやったかな、こっち。はい、オッケー。これで作れたはず。なんかさっきからね、たぬきマイレージピカピカしよるのちょっと気になるけど。いつも間違える。でも持ったまま何もできんねやね。じゃあ網持ったままキーウすることもできんのかな。それはできるんかな。なんですって。なんですって。ちょっと待って。とりあえずちょっと蜂の巣置いとこ。さあ、これで。まあ、どうせ、丸太の杭使ってなくなるけんね。はい、完成。これで、できるはず。橋の工事キットを。え、これ3ついるんやっけ？え、これが3ついる？橋の工事キットができた。あ、違うか。なるほど、なるほど。あれはもう一回で終わりのやつってことか。なるほどね。それならよかった。さ、これで橋を、あ、じゃあ3箇所じゃなくって1箇所？どこにかけたらいいかな？ちょ、地図、地図。じゃあ、とりあえず、え、どうだ？こっち方面。この辺に斜めにかけれるんかな。橋の工事キット。まっすぐじゃないといかんのか。なるほど。ということはだ。あ、ここにかけようじゃあ。はい。あれ？え？それだけの長さないといかんってこと？もしかして。そういうことですか？ここに。この辺にかけよう。あ、別にちょうどじゃなくていいんか。ちょうどじゃなくていいならやっぱりさっきの場所。やっぱり。この辺かな？まっすぐじゃなかったってことかな？あれ？やっぱり、長さが足りんってことか。じゃあやっぱりこっちにするよ。え？なにこれ？あ、プレゼント飛びよる。ちょっと待って。ちょっと待って。とりあえずここに。はい。想像してみる。いいんじゃない？いいんじゃない？ここに決めよう。OK。おお、こういう感じなんや。橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。自分家からめっちゃ近い位置にね。で、プレゼント、あったあったあった。ちょ、待って、パチンコパチンコ。パチンコ、どこや？めっちゃゆっくりゆっくりやね。あれ、パチンコなくない？あ、そっか、パチンコ収納しとるっけ、私。もしや。さあ、これでちょっとパチンコ、あったあった。プレゼントは？
プレゼントはどこへ？え、もしやなくなったとか、そういう。やっぱなくなったんじゃない？つら。つら。ないわ。全然ないわ。そういう感じなのか。あ、で、ここが博物館に変わるんやね。すごーでっか。あ、ちゃんと工事の音が聞こえた、今。カンカンカン。あ、さ、立てて。なんか撃ったわ。さあ、橋のできたよ。アイナさん、どうもどうも。どうだろも？橋の工事キットのいい設置場所は見つかったかな？設置できたよ。おう、どうもありがとうだらも。これで明日には橋がかかって、島内の移動がうんと楽になるだらも。さてさて、いよいよ次はお家の準備だらもね。また橋が完成してからでもいいから、時間がある時に何をすればいいか、聞いてちょうだいね。うん、了解です。くるぶしはさっきから何をしてるの？リンゴが食べたいの？こんにちは、テンション上げてるからでさえ。おしゃべりしよう。トレーニングの後に腰に手を当ててプロテイン飲むのがお気に入りなんだ。この一杯のために生きてる気がするぞ。なるほど。ごめんね、私もちょっと資材もらってくね。あ、なんか、私全然気がつかずに地図を選んだんやけど、最初の、4枚の時に。なんかね、この、私の島にハート型の池がね、左上の方にあるんやけど、これなんか珍しい池らしいっていうことをコメントでもらって初めて知った。みんななんかこういうのを出すために厳選しうるらしいけん、私めっちゃ幸運やったね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ明日にはできるよね、橋が。今のところ私全然高飛び棒で十分な気がするけど。まあでも走って移動できるのは確かに早くはなるんかな。